ゼノギアス、ゼノブレイド、ゼノブレイドクロスの実況プレイ動画を投稿していたさやかと申します。満を持してゼノブレイド2の初見プレイの記録を動画に残していきたいと思います。やる気だけは一丁前にあるので、たくさんやり込んで楽しんでいきます。ぜひ最後までよろしくお願いします。今これは雲の中を進んでるんですか？大雨の中、雨雲ですね。わっゼノブレイド2すんごい綺麗、すごいいや、音楽素晴らしいですね。やっぱりゼノブレイド無印と同じ作曲家さんたちですよね。あー、海の上、雲海ですかね。すごい、ずっとずっと続いてる。あ、雲の中ってそんな海中みたいな感じなの？あ、今潜ってる。あ、なるほど。これは何？四角い何か。これを取るの？すごい。灰とか大丈夫なんかな？まあ、そういうこと考えちゃいけない？おー。なんだろう、これ。何つけてるの？おあ、なるほど、それで浮かすのか。頭いい。なるほどね。確かにこれだったら軽いね。すっごい海の中の表現。これは、あ、なるほど。これに引っ掛けるのね。あ、よく考えられてる。あ、これに乗っていくのね。一人でやってんの？電気の節約。この四角の中身が気になるところだね。あ、上がってきた。おー、めっちゃ綺麗。すごい。こんな色だったんだ。すごい青が綺麗だね。やっぱり測探機は買い替えた方がいいな。え、何？適切じゃなかった。東に150もずれてるなんてありえないだろ。で、どうじゃったお宝の具合は。見立て通りだったのか、レックス。結構頑丈だったから補強の必要もそんなになかったし、手間賃を差し引いてもまあまあの儲けになるんじゃないかな。誰が喋ってるの？引き上げるものの構造計算には2日もかけるくせに損得勘定だけは早いんじゃな。うるさいな、じっちゃんは。俺は商売が得意なサルベージャーなんだよ。よ、たくましいって褒めてくれてもいいじゃないか。か、うわ、え明らかに外れなんですけど。びっくりした。こいつの家だったのか。おお、レックス心配ないって。うわぁ、曲ゼノブレイドだわ。決まり？決まり。やばいね。声大きかったらごめんなさい。あ、ローディング。あ、はいはいはい、冒険の手引き。さあ、目の前に今日の昼飯が現れました。レックスがエネミーと戦うには武器を使わなくてはなりません。武器を構えることを抜刀と言います。抜刀はエネミーにターゲットが表示されている時に A ボタンを押すだけで OK。ターゲットを表示するのは R。 オッケーオッケー。
曲がいいな。武器をしまることをノート、はい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 、 R を押しながら B ね、最初から曲が盛り上がりすぎてない。オートアタックですね、はい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 、仕留めていきましょう。では A ボタンを押してやってやる、やっていこう。オートアタックは3連撃で1セット、はい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 、1、2、3、なるほどね、オッケーオッケー。なんか3、一番上のアイコンがなんかたまった今アーツアイコン、あーなるほどね、すぐに言ってるわけじゃないのか、はあはあ、アイコンの位置に対応したボスタンを押す、この場合 X を押すってこと。アーツは一度打ってしまうと囲ってるリキャストゲージが満タンになるまで撃つことができない。リキャストゲージはエネミーによってオーターカップを与えることによってどんどん溜まっていく、はいはい。アンカーショット、アンカーショット、回復ポットって書いてあるけど、アイテム、へえ。アーツにはアンカーショットのように確実にエネミーから回復ポットをドロップさせる能力、はあ、そういうこと。アーツを連発して最大火力でエネミーを倒すか、 HP が減った時のためにアーツを温存しておくか、状況を考えながらアーツを撃つ。これの場合すぐに回復しちゃうっていうことか、なるほどね。これ後ろとかいけないかな、関係ない。マッハパンチこういうのやっぱ避けられないよね。1、2、3、アンカーショット、アンカーショット、おーいいね、強くなった気がする。レベル上がったってこと。今2って見えたけど、第1話出会い、見渡す限りの白、うん、白い天空にそびえ立つ世界中を中心に広がる雲の海、ほうほうほう、それが俺たちの暮らす世界アルストだ。アルスト、この世界ができる遥かな昔、人は世界中の上に住む創世の神と共に暮らしていたという。天空に築かれた豊穣の大地、昼を夜に、雨を晴れにすることもできる理想郷、人はそこを楽園と呼んでいた。あー、楽園。だけどある日、人は楽園を追われた。理由はわからない。神の怒りに触れたからなのか、それとも別の何かなのか。楽園を追われた人はアルストに移り住んだけれど、長く生きることはできなかった。なんでだろう。人が滅亡に瀕した時、哀れに思った神は自らのしもべアルスをアルストに遣わし、人を救った。あ、これアルスなんだ。わずかに生き残った人はアルスへと移り住み、幾万もの昼と夜を共に過ごした。そのアルスが今死に絶えようとしている。それじゃあ住むところがなくなるってこと？いい色、おいしそう。七輪の熱が心地よいわい。肩こりに効くの。じいちゃん。そろそろ動かそうか。いやしばらくはそこで。オッケー。そういうもんか。仲がいいね。暑そうだけど。そんなに食べれる？何の音？何生き物？これもアルス？何？おっと、波ですか？雲海でいうところの。まただ。最近多いよね、今の生物が。増えたな。人は誰も住んでない。おらんようじゃの。まあおったとしてもとっくに逃げ出しとるよ。そっか、暴れてるから住みにくいってこと。なあじいちゃん、
矢崎村もいつかはあんな風になるのかな。今日明日ってことはなかろうが、そりゃいつかはああなるじゃ。慣れの果てみたいな感じなのかな。それがわしらアルスの定めじゃからな。あらがったところでせんかたない。人が住める場所どんどんなくなってる。なるほどね。じっちゃんたちアルスってさ、あの上で生まれたんだろ。これが世界中？さあな、伝承ではそうなっとるが、わしが生まれたのはこのアルストの世界じゃ。あ、そうなんだ。ご先祖がどこで生まれたのかまでは知らん。あるのかな、楽園。アルストを作った神様が住むっていう。世界樹の上に広がる豊穣の大地か。本当にそんなところがあるのなら皆安泰じゃの。なんかもう伝説的な感じなんだね。でも楽園があるからこそ争いしちゃうっていうところもあるんじゃないかな。村のみんなもこの世界を見て神は何を思うんだろうか。私はなんて思えばいいの。とりあえず綺麗って思っちゃうけどね。楽園か、何が待ってんだろう。よしよし、仕事に戻ろう。よし。ところで何が入ってたの？今日の成果は十分だな。じいちゃん、人を呼ぎ、アバリティア紹介に向かってや。今から監禁か？わしゃもう寝る時間なんじゃがの。太陽は降りないのかな？わざとらしく吹け込むなよ。まだ日は高いって。太陽降りるのか？まったく、アルス使いの荒いやつじゃ。とか言いつつもちゃんと言ってくれるんだね。おお、ここが村？早速ノポいるんだけど。あ、何かわいい。アバリティア紹介。もうもろノポンですね。またノポンは貿易を盛んとした。いや、レックスじゃないか。救急はどうだい？悪かったらここに来やしないよ。だろうね。で、荷上げするもんはどれだ？荷上げは商談が成立してからでいいからさ、しばらくいさせといてよ。半日で15ゴールドだぞ。それは物が売れてからの話だね。じゃあよろしく。ああ、おい、前金だってのに。また俺がどやされるじゃないか。駐車料金みたいなもんね。わしゃ最後はもっとらん。だろうね。ねえ、曲がいい。もう涙出る。何あれ、なんか立派だね。すごい。これもアルスなの？これただの船？大きいのにアルス船じゃないぞ。あ、アルス船じゃないんだ。人工なの？完全に動力なんだろうね。わあ、すごい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 。触ってなさすぎてあれ。あ、ちょっと待って、今のウィンドウスキップしちゃったよ。ゴルムント機関の港と表示される。あー、ランドマークね。一番最初のページは後で録画ファイルを確認しときます。はい、死んだらランドマークに戻ると。操作方法に困った時は十字ボタンかな。これはバトル操作、カメラ操作、フィールド操作、スキップトラベル解放。あー、オッケーオッケー。こんな感じね。私は今、そう、ゼノブレイド2のプロコンを買ったので、ゼノブレイド2のプロコンでやっていきます。まあこの辺は後で自分で確認しときますね。よっとよっと。はい、消す消す。わあ、すごい。ノポン、もう喋れない子もいる。たたよっと。
喋れない人いるんだね。なるほど、結構ぬるぬる動くね。あーなるほど、こういう風にウィンドウだけで表示してくれる人もいて、この人が喋れるんだね。話す調子はどう？久しぶりも。サーモンのことかな。なんだろう、メインストーリーの文章を読むことがあるかもしれないけど、基本的に文章を読まない感じでいこうと思います。シェイテル、結構みんな顔見知りなんだね。いいように使われてると、見てってもかわいい。あ、はい、耳寄りの情報、通常画面の説明、上コンパス、あーはいはい、次どこに行けばいいのか、なるほどね、オッケーオッケー、わかりやすい、ありがとうございます。いつも下にあるマークは、ん？あーなるほどね。右が環境情報、天気と、じゃない、天気と時間ね。で、これがマップと。L。ほん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 。あー、確かにそうだね。マップがあるからこそ難易度がちょっと下がってしまうというか。今何をすればいいのかは教えてくれるのが右下。はい、わかりました。右下これ押してみると、こんな風にわかりやすく教えてくれると。で、こうやるとマップは、あ、中央に出るんだ。なるほど。はははで、これで、あ、さらに大きくなり、消すこともできる。なるほどね。到着。ランドマーク、中央交易所ですね。じゃ、ちょっとお話をしていきたいんですが、録画ファイルを確認します。ちょっと声が大きかったね。ほんとすいません。ここで、X ボタンを押してみる。スキップトラベル。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほど。で、ロケーション、採取ポイント、絆トーク。絆トークあるんだ。クエスト、フィールドスキル。なるほど。フリーカーソル、フリーオフ。はぁ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 。X がマップっていうことなのかな？ Y は？ Y は何もない。プラスボタン。あ、キャラクターセレクト。キャラクターのカスタマイズ。あ、ここ、ここイラストなんだ。へぇー。あ、やっぱりレベル上がったんじゃない？絆リング。あー、はい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 、懐かしい。懐かしいゼノブレイドですね、完全に。なるほど、アーツ強化ね。アンカーショットがさっきのやつですね。へー。へー、面白い。スキップトラベル。アイテムリスト。なるほどね。アイテム何もない。システムこれいつでもセーブできるの？え、もしかしてこれ1個しかないの、セーブ。録画ミスした時どうしたらいいんですか、私。第1話。なるほどね。へぇー。オッケー、わかりました。というわけでですね、パート1はここまでにしようと思います。あー、楽しみだな、これから先。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは、ありがとうございました。また次もよろしくお願いいたします。